2019マイベストプレーは大分戦のアシストです。 73% 前半よりも高い数字。取ってから縦につけるか、切り返す関口です。右のサイドから猛然とダッシュ、スプリントを見せた八塚、遠いサイドに長澤に入ってくる。3ヶ月ぶりにゴールを取りました。長澤2点目仙台カウンター1戦、理由は、大分はすごい手堅いチームで、時間をかけてしまうとすぐ強要のブロックを組んでしまうチームで、これを奪った瞬間に国さんがいいボールキープをしてくれて、その時間に、田中達也選手との競争になって、一瞬隙があって、でこれはいけると思って、オーバーラップしてって、でいいパスもらって、まあ中1枚か2枚ぐらいで、俊さんがいい動きしてくれたんで、まあボールはちょっと悪かったんですけど、アシストできたことが一連の流れとして一番マイベストプレーかなと思います。最初はノーバンで頭にニアで狙ったんですけど、ちょっとワンバンしてしまって、でもそれをうまく左のアウトで流し込んでくれたんで、すごいなと思いました。いや気持ちいいですね。やっぱり2点目だったんで、もう1点欲しいなっていうのはすごい思ってたんで、そこで後半で取れたのがでかかったかなと思います。